調整なしで合流してという中ですが、今シーズンのアベレージ3割1分9厘と、はい、立派ですよね、やっぱり外と2人かわいそうでしたよ、そうですよね、2球目打ちました、高く上がった、もうこれは文句なし、先制スリーラン、オースティン今シーズン第9号は昨日の先制タイムリーに続いて今日は先制のスリーランホームラン、オースティンのパワーが炸裂します。いきなり来日初登板初先発レイから3点を先制しましたベイスターズです。3対0として先発の坂本をまずは3点援護します。いや、このバッティングですね、はい、まあ、初球もミスショットぐらいちょっと差し込まれたんですけど、やっぱりしっかり合わせてきましたよね、今もね、完璧ですよ、打った瞬間本人微動だにせずって感じでしたから、そうですね、まあ、打たれたレイも打たれた瞬間にもうこれはという、後ろ振り向かなかった、同点に追いついてもらった後の最初のバッター、レフトへの打球伸びていく、ポールには入りました、ホームラン、マリーンズファンの中に飛び込みました、追い込まれた中でのホームラン、その、今も首をかしげました、ゆっくりと三塁を回ってホームに帰ります、外ホームイン、今シーズン第10号、2対1、今年も2桁にホームランを乗せてきました。これで勝ち越しというベイスターズ2対1になりました。スライダーね、打ったところをしっかり捉えたのはやっぱさすがだなと思いますよね。そうですね、厳しいボールのその前の球をファール数、打順などを見るともう1、2イニングは行きそうな見までもありますが、どうか、ただ6失点、ランナースタート、レフトへ大きな打球だ、ぐんぐん伸びて入りました、ホームラン、解説の飯田さんも打った瞬間に行ったというオースティンの第10号、佐野がまずホームイン、そしてオースティンダイヤモンド一周、土曜日のデイゲーム、横浜に奇跡を響かせてホームイン、ベイスターズ8対2です。一気に庭をノックアウトという形になりそうです。最後はフォーク、やはり庭投手のね、あの切り替えがうまくいけてなかったですかね、それを感じましたか。まあ、そうですね、あのアンパイアからボールをもらうんですけど、今日勝てば1ヶ月ぶりの白星です。先発の柱に白星がつけば、またベイスターズチーム浮上の大きなきっかけになりそうです。ここは代打の楠本、右中間に今シーズンの第1号を代打で放ちました。今日はベイスターズ大喜びの1日、11対2です。乾いた音が響きました。カツーンという温かい音を響かせてライトスタンド、ここもね、追い込んでからですからね、やっぱりその追い込んでからのボールが、まあ、今日はもったいない、まあ、集中力切れてますね、今投手もね、まあ、こうなったらもう変えてあげた方が、あ、まあ、いいと思いますけどね、そうですね、あのタイムリーにね、はい、一気にするような、プレーだったかなと思いますけどね、1点に匹敵すると、はい、打球はレフトへ上がった、伸びていく、入ったホームラン、黒原が打った逆転のスリーランホームラン、横浜スタジアム、まるで雨を突き破っていくかのような、そんな打球でした。
ターズ逆転、逆転スリーランホームラン桑原正幸。京山の肩をポンと叩きました桑原です。まずピッチャー鈴木の投球からお聞きしましょう。インサイドストレートを狙ったのが、ワールドなら数えてくれって言いたいんですけどね。そうですね。スリーバンカー、あっと、レフトにすごい当たりだ。連続ホームランになりました。打球音もそして速さも桁違いでした。レフトのホーム際に飛び込む11号。2試合連続のホームラン、交流戦5本目。先制点は横浜 DeNA、 4番モースティンの2試合連続のホームランです。すごい当たりですね。見事ですね。本当にもうショットこの自分のね、このスイングできる、はい、力強いスイングできることに来ると確実に長打を打つっていうね。いや見事です。トータルは2割8分8厘です。堂々トップ10にランキングでは入っています。レフトに上がったの、もう見送るだけ。牧に出ました、ルーキー牧10本目、2桁ホームランに乗せてきました。疲れの山を越えてこの交流戦絶好調男。試合前にはロッテ OB の里崎さんに新人王を取れと言われました。これは里崎さんも嬉しいですよ、ね。喜んでると思いますね。まあこれ今のはね、はい、技術ですね。インコースをしっかりとね、前の壁を閉じたまんまね、我慢して我慢してその閉じた、体の粘りを使ってその回転に加えましたよね。確かに左の肩をこうしっかりと、ね、開かないようにずっとやってますね、はい、試合前はね。1点という内容でした。球が打ちました。センター後方です。下がっていく野間が半身の体勢、下がって下がってスタンドに入りました。ホームラン、桑原のホームランです。桑原今シーズン第5号のソロホームラン、反撃ののろしを上げましたベイスターズ。投手のボールをバックスクリーンの左へ持っていきました。この一本でまたベースですね。小園、林と活躍もしています。高く上がった打球、レフト後方見送ってゆっくりとスタンドに入りました。3点を追いかけるベイスターズ、粘って粘って2番の伊藤光、東京オリンピック代表内定の森下からソロホームランを放ちました。今のロードホームイン3対1、滞空時間の長いホームランになりました。怪我から復帰してきた伊藤光、2番に座っておそらく自分もリードをして3点を奪われたその裏の攻撃、10球目をホームランにしました。まあでも今日外の球をですね、はい、2ボール1ストライクです。強く引っ張った、あっという間にレフトスタンド飛び込んだ。この回2本目ベイスターズ、あっという間に1点差になりました。相性のいいオースティン、打球を東京ドームで放ちました。勇ましくダイヤモンド1周3対2、ホームラン2本で3対2。森下を打ち崩していきますベイスターズ打線です。2ボール1ストライクから打ちました、はい。まあ
伊藤と同じ球ですよね、はい、チャンスがあると言った通りになりましたけど、やっぱり今のオースティンにあそこ投げたら打たれますよね。すごい弾道でしたね。いや、やっぱ看板に行ったかなって感じなんですけど、はい、やっぱりあ外狙った球、宮崎外、そして峰井、高く浮いた直球の後、引っ張った、左中間の大きな当たり、伸びて入った、待っていたこの一発、一塁側のベイスターズファンからは大きな拍手、やはり頼りになる宮崎、グランドスラム12対9になりました。球場の雰囲気を一瞬で変えました。8点ビハインドで始まったこの攻撃、宮崎の一発にかもしれない、少なく内野を超えるだろうという勇気ですね。まあ、でもこの入りを見るともう完全に大道も先発仕様ですね。そうですね、先発仕様ですね。ツーアウト満塁、打ったー、どでかい当たり、2試合連発グランドスラム、今日のホームランの満塁ホームラン、先発2戦目の大道に見せつけました、オースティンの一発、センターバックスリーの右、ビッグイニング5対0、これはもうあっというボールですか。そうですね、1球目カーブに入って、2球目スライダー行くんですけど、はい、甘すぎますね、これは。ああ、それをまあよく反応できるオースティンの人はすごいですけどね。なるほど、すごい速いストレートがあると分かっていて、はい、スライダーを逆方向にタイミングが合わないんですね。うん、ボールのスタッツだけではない、フォーム、見せ方とかあるんですね。打った、打ち上げた、どうだ、届くか、久しぶりのホームランとなりました。交流戦の初戦、5月25日以来、久しぶりに出ました佐野、貴重な追加点は横浜 DeNA、 キャプテンがやりました。今日の得点は全て2アウトから。そうですね、ですか、負けた、10対4。いやー、本当に打線に関してはすごいですね。すごいですね、どこからでも点が入る、この低め、すくい上げました、すごい角度がつきました、ね、やっぱり回転もいいですから、はい、上がりますね、上がりますね。ですから、そういったもう表裏一体なんですね、いい回転のピッチャーも。そんなにね、悪いボールではないんですけど、ヘッドが立ちましたね。あー、ヘッドが立つ、ね、その変化にも対応できていそうですか。うん、フォークの落ちがどうかなと思ったりしてたんですけど。なるほど、あ、これも強い当たりになりましたが、今度はライト方向、これは入りました、2番に入っている柴田、先制のホームラン、山口俊から放ちました。まずは DeNA ベイスターズ、今日の富山でのゲーム先制点を奪います。柴田の今シーズン第1号、富山で生まれています。いやー、赤星さん、まずはこの1番の桑原の大きな当たりでしたが、柴田はペースを超えていきましたね。そうですね、今のは逆に風にうまく乗ったかなっていう感じはしますよね、ライト方向に。まあ、やっぱりベイスターズはね、このオースティンと外がね、はい、まあ、出遅れたっていうのはまあやっぱり大きいでしょうね。そうですよね。見よく大きな打球だ、ライトの頭上を襲う逆風も何のその、先制のツーランホームラン、逆風は全く関係ありませんでした、右方向へのホームランです、オースティン。
頼みましたね。第16号のツーランホームランで先制。いや本当飛びましたね。飛びましたね。まあしっかり打って、まあはい、フライっていうよりもちょっとまあハーフライナーのような形でしたので、はい、まああんまり風が関係なかったですね。まあ、去年では1軍がなかったんですが、ファームでは3割飛んで1厘という打率も残しました、はい。まあ、ですからもうチームとしても本人としても1軍にずっと定着しないともういけない選手なんですね。いやそうですよ、はい。ルーキーの年に確か、はい、ジャイアンツの沢村から初ホームラン、はい、東京ドームで打ったんじゃないかなと思いますし、バッティングもいいですしね。いいですよね、はい。桑原の打球はセンターの後方、センター35、おっと見送ってる、入りました、ホームラン。及川が桑原に逆転ツーランを浴びました。一振りで試合がひっくり返りました。関根が絶妙のバントを見せてランナーを振った後、今度はチャンス、まあこのところは勝負されずという打席が続いていた中で、桑原思い切ってカットを振って一気に試合が逆転、2対1になりました。今シーズンの第6号、曲がり落ちる変化球というのをうまく救いましたね。スライダーを本当に、はい、いい打ち方しましたね、はい。まあ、若干もちろんランナーセカンドというところで守備位置は前に出てはきましたですけど、はい、それがこう 1試合目に打たれるとね、なかなかこう3試合目まで引きずってしまうんで、これは難しいですよね。やっぱり1戦目っていうのは大切ですよね。落としてくるか、センターの沖縄牛団、おお入るか、おこれが入りました。今日の先制ツーラン、オースティン第17号。今日もオースティンの先制ホームランで幕を開けました甲子園。いやすごいパワーですね、まあ、正直ちょっとセンターフライじゃないかなみたいな角度の上がり方なんですけどね、はい、この見事あれをバックスクリーンにっていう、まあ、打撃の調子と、まあ、やっぱりすごいパワーですよね。これで6月は9本目ですか。はあ、うん、打率も考えればやっぱり6月の、ね、月間っていうのは、はい、あそうですね、寄ってるんだなと思うんですけど、はい、両方真ん中集まってくるとね、ちょっとボール気味投げてほしいなとかいうのも難しいんですよね、はい、あ甘い、センターへ大きな打球、外のスリーランホームラン。今日スタメンの外、大きな一発、11号のスリーラン。オースティンに続いて今度は外が一発を放ちました。4回の表スリーランホームラン、3点を追加、5対0です。第11号ホームランでございます。第11号スリーラン、バッターがちょっとこう心配な予感が的中してしまいました。うん、最後のもやっぱ甘いですね。はい、そうですよね。ちょっと声出ちゃいましたけど、やっぱりこれアウトコース投げようとしてるはずなんですけど、はい、ほぼ真ん中外より一番、ね、まあ、外選手が、ね、はい、手の伸びてしっかり打てるところに投げてますもんね。球数は秋山の方が少ないんですけどね。そうですね、はい、センターへの打球です。これも伸びていく、わこれも入った、センターへのホームラン。2試合連続第7号のホームランです。桑原、昨日はサウスポー及川から、そして今日は秋山から一発を打ちました。6対0です。なんとなんと3ホーマーベイスターズ。しかし桑原選手も力ありますね、今の打球もそうですけど、今カーブですもんね。カーブですね。カーブよくあそこまでこうね距離を出しましたよね、はい、まあね、球の速いボールだったらその反発でこう飛ぶんですけど、はい、で
まあ、僕らは違いましたけど、ホームランバッターの話を聞くと、ホームラン出るまではちょっと不安であったり、ヒットが出てもあんまりこう調子がわからないとか、いうことも言うので、やっぱりホームランバッターはやっぱホームランが出ないと、上がってこないんじゃないかなと思いますよね。叩きつけてライトへ、これが入りました。12号、1試合2発、まさに打球が上がり始めました。外、第12号のソロホームラン、8対2。あーでもすごいホームランですね。ホームランも上からね、叩きつけるような高めですからね、これを高めの、そうなんですよ、なかなかアウトハイって、はい、飛びそうで飛ばないとか振り遅れること多いんですけど、しっかり上からかぶせてね、ライトで飛ばしましたよね。ベイスターズからすればまずきちっと1点は取った、はい、とも言えますよね。そうですね、まあこれででかい当たりが飛びましたが、さて高く上がったもののどうか、ボール際は内側に入りました。ホームラン、外ツーランホームランで、この回さらに2点加えました。外の今シーズン第13号のツーランホームラン、甲子園球場の日曜日に1試合2本のホームランを放っています。外、ここ神宮球場でかなり高く上がった打球のホームランでした。1回の裏ベイスターズが4点を取っています。これも同じようなオースティンと同じような球ですかね、1コース気味のね。まあでもうまく打ってますね、外もね、あの高く上がりました。で切れるかなっていうところでしたが、はい、切れませんでしたね。球も一瞬どこ行ったのかなと、いい音だけはねすごくしましたんでね、